名古屋市立あずま中学校は愛知県名古屋市東区津つ井一丁目にある公立中学校である。名古屋市立あずま中学校としてのスタートは1948年9月30日の桜ヶ丘中学校東中学校の統合時とされている。名古屋市東区の JR 中央本線より西側の区域の内南東部を学区とする公立中学校であり、名古屋市立青小学校、 名古屋市立筒井小学校の2校を卒業した児童が進学する。英文での表記は、アズマローー接近デリースクールであり、同校の交渉は、英文での頭文字4文字を組み合わせたデザインとなっている。頭壁が 江戸時代の私たちの町本館校舎西平面1986年完成名古屋市立あず中学校としての創立は1948年9月30日であるが学生改革による新生中学校としてのスタートはそれに先立つ1947年4月の名古屋市立桜川丘中学校の開校に遡る新生中学校であり太平洋戦争以前からの 母体となる学校がなく、校舎についても、近隣の小学校などの校舎を曲がりする中でのスタートであった。その後、学区内建中時計台の墓地の移転により、現校地が確保され、1953年9月に最初の校舎が竣工したのをはじめとして次々と校舎が増築された。1962年の体育館健康道、1965年の プールの完成により、校内の設備は一通り整備された形となったが、昭和50年代には既存校舎の改築工事が始まり、昭和末期まで継続して行われた。交渉は、東中学校の英文表記である、東ローロー接近デリースクールの頭文字、ALSS の4文字を組み合わせたものとなっている、通称、アルスの交渉である。これは生徒に対する、 国際化社会でたくましく生きてほしいとの願いが込められたものである。また効果は、高木一之助作詞、真次、清作曲であるが、作詞者、作曲者とも、名古屋市立青い小学校効果と同一である。教育目標として、日本国民として必要な基礎的知識を習得させ、合わせて地域社会を愛し、国際社会に羽ばたく。 人間性豊かな青少年の育成を目指す。としている。校訓としては、以下の3つが掲げられている。記述にあたっては、創立60周年記念学校要覧多を参照した。東中学校公式サイトの学校の概要の記載から抜粋。教職員数は、校長以下教諭、学校事務職員、業務士などを合わせて、計28名である。 アズ中学校公式サイトの学校の概要、生徒の活動、部活動からそれぞれ抜粋。2012年度の行事予定である。名古屋市では公立学校選択制が導入されていないことから対応する公立小学校の学区を合わせたものが中学校区となる。アズ中学校区を構成する小学校区は名古屋市立青井小学校区と名古屋市立筒井小学校区である。 当学区は大部分が住居表示が実施された地域であるが、一部、筒井小学校区内地域については住居表示、未実施地域が残っている。2010年国勢調査によると、学区の面積は1.571平方キロメートル、世帯数は9152世帯、人口は16023人である。学区内は、基本的には、住宅地としての色彩が強く、 再開発により建設されたマンション等も多数見られる。南部の青井小学校区では名古屋市の幹線道路である桜2、西木通り沿いを中心に商業施設や事業所も見られる。青井小学校区は太平洋戦争時には空襲による被害を多く受けた地域でもある。一方で北部の筒井小学校区内は江戸時代終わり藩の頃から 主に下級武士が居住していた地域であり、太平洋戦争時の空襲の被害をあまり受けなかった、反面、再開発実施の機会を逸した側面もある。東中学校の校地は、学区内においては最も北側に位置する形となっているため、特に中学校区南側の青井小学校区から、通学する生徒にとっては、通学距離は長くなる。期日にあたっては、名古屋の町、 町名別人口行政区別統計表を参照した。東中学校には、括弧内は学区内における所在地区名である。創立50周年記念誌にて当時の校長がそう呼称している。青井小学校校科は1957年制定であり、東中学校校科制定の4年前となる。東区における住居表示は、 昭和50年代にその大半が実施されている名古屋市教育委員会編の案内文より東区市138ページにも同様の記述がある。ありがとうございます。